日、よ島てる日、よ島てるから1927年3月14日は、日本陸軍の軍人。最終階級は、陸軍中将。日本体育会体操学校代表。鹿児島県出身。ま島村の長男。1885年7月、参謀本部第一局第一課長に就任。1886年5月。 不評第19連隊長に転じ、1887年11月、不評大佐に昇進。1889年9月、不評第1連隊長となり、1892年9月、第4師団参謀長に移動したが、同年11月に休職。日清戦争末の1895年1月27日、神戸不評第1連隊長として復帰し、 同月31日、台湾混成主体司令官に発令され、台湾に出征し、宝庫諸島を占領。同年8月、陸軍少将に進級し、台湾兵団官に就任。1896年3月、台湾守備混成第3旅団長に移る。1898年4月、不評第15旅団長となり、1901年2月18日、予備役に編入。 日露戦争勃発により1904年4月に招集を受け、王力公軍令下の交尾不評大給料団長に就任し法展開戦などに参加。1906年2月17日に交尾役編入となり、同年2月27日、陸軍中将に進み招集解除となった。1910年4月1日に退役した。ありがとうございます。